V ロード第5節1戦目福岡ソフトバンクホークス対7番バッター大野。ホークスこの回3点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあチームとしては先ほど一発も出てますからね、いい流れで来ていると思いますよ。落ちるボール見逃します。ワンボールツーストライクです。これは変化球、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。何で来るか、まずは変化球から入りました。これが2球目、インサイド、打球はライトへ、ここは打ち上げています。打順は1番に帰ります。バッター西川、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。梅、これは決まった。ノーボール2ストライク、外れてますか。はい、変化球空振り、まず1つアウトを取りました。ワンアウトランナー1塁となりました。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。